大正義物語23回目からリーグ戦が再開され、再びセリーグとの戦いに戻ります。そして現在の順位表はこのようになっていて、未だなお世界記録を目指すために必要な勝率を大きく下回っている状態ですね。今のペースを維持しても残念ながら世界記録は成し遂げられないというデータが出てる以上は、何か変化をつけていかないとダメ。それは何かというと、大型補強トレードでのね、これをもうそろそろ動き出していかないとダメなんじゃないかなと思ったので、早速この動画でトレードを申し込んでいきたいなと思います。でね、どの選手を取るかって事前にいろいろと考えてみたんですよ。このチームには何が足りないか。まあ、50試合以上もプレイしてきてるわけですから、弱点っていうのは数字としてもまた印象としても見えてるんで、事前にプレイヤーとしていろいろとね、何が必要かというのを考えてみて、たどり着いた結論っていうのは、最強投手山本由伸が必要、欲しいっていう結論にたどり着きました。めちゃくちゃ愛でしょ、ド直球でしょ、変化球ではないよね。誰もが思うことだよ、山本由伸が欲しいって。でも欲しいって思うだけで取ろうとはみんな思わないよね。でもこのシリーズに関してはそれを思っていいんですよ。そして実際取れるしね。現在山本由伸はこのような成績ですよ。せっかく昨年あれだけの数字を残したの、また元の姿は戻ってしまっているというか、本人自体の数字も悪くなっている。オリックスも弱いし、そのチームで勝ててないし、防御率も 2.75 と能力を考えたら高すぎる数字だ。いろいろとモチベーションを失ってしまったんじゃないかな。やっぱ昨年優勝しちゃったんでね、弱いチームありがちなんですよ。たまに優勝した後ね、その安心感というか達成感に包まれて、またしばらく暗黒時代をさまようことになるっていうのは、だからこの先オリックスにいても明るい未来を手に入れることはできないんだ、山本由伸。だからうちに来て野球をすること、それはこっちにとってもウィンだし、お前にとってもウィンだ。オリックスにとってウィンかどうかっていうのは、これからねトレードを申し込んでいこうと思うんで、オリックスがウィンだと感じるような選手をこっちも差し出していかないとね。ぶっちゃけ金銭トレードで山本由伸が今もらっている3万7000ポイントの年俸を払えば、お金に物言わして取ることができるんです。簡単なんですよ。もうすぐ絶対成立しますからね、うちの選手になりますよ。いやいや、いきなりお金を使ってトレードでね、相手の選手を強奪するっていうのは、さすが今の時代どうなの、他の人の目線がちょいと気になるじゃないですか。そんなの気にせず取れよって話なんだけど、やっぱ僕も周りの目とか結構気にするタイプの人間なんで、だからいきなり金に物言わして取るのはちょいと悪いなって思うんで、ここやっぱ最初は選手トレードですね。それを 2,3 回申し込んでみて、ダメなら最後金に物言わして山本由伸を絶対取ろうと思ってます。まあ、これもちろんですけど、山本由伸に対して1人だけで成立することは、もう一郎とか松井クラスを差し出さないと無理だから、もうこっちは3人差し出す予定です。で、1人目の選手はすでに確定してます。梶谷隆之ですね。我がチームには全く必要のない外野手で、もう衰える時期が来て能力も実際衰えてます。これ早いとこ売りさばいておかないと、買い取り手がなくて全く必要のない選手になりますからね。もう邪魔でしかないので、こういう選手はトレードの駒にする。まあ、それをオリックスがもらってくれるかどうかわかんないですけどね。2人目に関しては松原ですね。もうとにかくうちのチーム外野手は全く必要ないんです。松原に関してはまだまだ能力上がっていく選手ですよ。これからの未来は明るいが、今のジャイアンツには必要のない。お前はオリックスに行って、それと同時に山本由伸ももらうことができたのであれば、こっちにとってもビンだからさ。ただ外野手ばっかなので、最後はやっぱ投手、その投手っていうのもある程度レベルの高い選手でないとあかんので、さすがに菅野智之とかこの辺は差し出せない。戸郷に関してもね、この辺は絶対的に必要な選手なんで、まあ、山口俊とかいうこういう中途半端な年齢のベテラン選手とかでもいいし、のでもどうだろうな、こんな欲しがるかな。実績ネームバリーはちょっとあるけどもね。じゃあ欲しいかって言われたら、俺がオリックス側に立ったとしても欲しくないっていう答えがすぐ出てくる。 0.3 秒で口から出てくるんでね、無理だろうけども。ただちょっと物は試しにですね、これ伊能です。梶谷、松原、伊能、この3人で山本由伸を取るトレードを条件依頼として出してみて、まあ、それで成立しなかったら伊能じゃない別の投手を選択して、まあ、基本的にはもうこの梶谷と松原に関してはもう売りさばいていこうと思ってるんで、申請したトレードに関してはすぐ答えは返ってこないので、これは次回以降の動画で分かることですね。今回は目先の戦いに集中していきましょう。まずいきなりチームのチャンスとピンチ両方に注目して、今日の先発ピッチャーはここまで結果を残してる菅野智之。野手に関してもオーダーの変更点はもう特にないですね。今まで起用してきた選手をリーグ戦再開後の今も起用していく、何の変化も必要はない。変化はやはり山本由伸を取るという変化、あとは新助っ人を今探してるんで、まあ、できればやっぱそっちにお金を残しておきたいんですよね。山本由伸にお金使っちゃったら新助っ人取れなくなっちゃうからさ、だからあのトレードが実現してくれたらいいんだけど、ただオリックス側に立った時あれでトレードを申し込んできたら多分2秒で断ると思うんだよね。まあ難しいわな。最終的にはもっと大物を手放すという選択をしていかないとダメかな。選手トレードで山本由伸を手に入れるってなったら、それこそ誰クラスになるんやろかな。野手に関しては1人くらいなんかやってもいいような気がするけどもな。例えば丸でもいいかななんでね、今迷ってますけど、まあとりあえずチームはいつものように得点を取りましたね。こんな迷いの中でも大野雄大を相手にしても、この大野雄大を取るっていうのもいいですけど、まあでも同じリーグから取って
っちゃったらね、そっちの方がいいんですよ。同じリーグのチームの戦力を削ってうちの戦力を高めていけば、より世界記録を成し遂げられやすくなるから、まあそれも良かったんですけど、いやいや俺もここは安易にド直球にね、やっぱ今一番最強選手は誰かと、投手は誰かと尋ねられたら、みんなが山本由伸って答えるでしょ。だからその最強を欲しくなって取ったの、取ろうとしてるの、まあ取った気で言いますけどね、もう何でもいいから取ってるんですよ。まあ、あとはもうどのタイミングでこっちに来るかってだけですから、序盤から得点取りまくりでございます。これでいいのか、いやこれでいいのだ、何でもいいのだ、もうとにかく得点が入ればね。ここでピンチを作ったが、こんなヘボい打線にね、うちの菅野が、あっと入っとった、でダブルプレーは難しいか、いやでもよく取った。次大野雄大でしょ。まあこれね、やっぱ交流戦とは違って、ここで DH がない戦いなので、まあそこ言えば楽ですよね。やっぱパリーグを相手にしたことによって、うちもだいぶ勝率を下げたんですよ、交流戦前よりも。だからね、気をつけていかないとね。もう確実に勝てるチームなんで、中日なんかは。ここまでの対戦成績でも7勝2敗と大きく勝ち越している。そのチームにまた負けるような俺たちではないんです。こういうチーム相手には確実に取っていかないとダメですから、ほんでここから勝率を高めていってっていう作業の始まりですよ。あらー、松井秀喜ホームランが生まれて6点取っちゃって。またも守ることをしていけば勝てるから。序盤から取りすぎだよ。何の遠慮もねえな。いや、いいんですけどね。遠慮する方がかっこ悪いですから。この打球は、松井秀喜が取れる範囲。まあいいですよ、別にかわいそうやから、1点くらいくれてやるわ。もう相手の取り方が情けないね。なんだよ、それ、お前、ようやく取った1点が犠牲フライでの1点で、そんなタッチすんの、ハイタッチすんの、情けねえな、お前、そんな選手も出てこなくていいよ。6点差あった状況で犠牲フライで1点取っただけであんな元気になれるんや。なんか、いいね、そっちの方がいいね。俺たちが忘れてることをなんかしてるような気がするわ、相手はね。本来野球ってああやって楽しむもんだもん。ああ、もう記録のこと頭精一杯になって、ついには山本由伸とか取るとか言い出しちゃってさ、どっちが本当に野球を楽しんでんのか、ペナントレースを楽しんでんのかって言われたら、弱いなりにも今目の前のことを必死にやってる中日の方が楽しんでるんじゃないかなっていう、なんかそういう葛藤とか迷いとか生まれてきたけど、まあそんな中でも打ちますけどね。そんな中で何の意味もないですから、まあ言うたでしょ。遠慮はあかんですよ。手を抜くってことはこのプロフェッショナルの世界に絶対あってはならぬことなんで、まあそれはするつもりはないですよ。まあただ中日を見て何か思うことやっぱ生まれてきたけどね。なんだろうこの気持ちはね。まあいいか。まあいいや、まあいいや。とりあえずまた来たピンチね。思いのほかピンチ作るね。どうする、またビシエロの犠牲フライで得点取んのかな。いや、あー次はヒットしょうもないな。もうこんなん与えたくはないけども、またこれ1点取ったことによってベンチ勢揃いになって喜ぶんじゃないですか、みんなね。どうなの。あー、ビシエドは喜んでるね、手叩いて。いやー、いいじゃないか、こんな点差でもね鼓舞する助っ人選手っていうのは。なんか中日に良さを感じてる。こんな雰囲気いいチームだったっけ。中日といえばもう何にしてもぐっちゃぐったごったごったじめじめしてるようなね、そんなチームなイメージだったんですけどもね。ここではじめじめした結果こいつが残してくれたんで助かりましたけども、ただねちょっと能力上がってる状態なんで一発のリスクが高い。さすがにちょっと一発は打たれたくないかな、点差はあるとはいえ。厳しいとこ振ってくれない、これは振ってくれない、無駄に選球感があるんだよな。あ、リリースポイント早いんだわお前も。これ何なの、追い込んだら急に速くなるこの現象は。勝ち投手目前でさ、ここで一発とかないよね。一つのアウトぐらい取ろうや菅野智之で。あっかん、なんか急に投げづらくなる、相変わらずこのパワープロ。相手抜けてく、今飛びつかなくてもよかったかもね。あと一つが取れずに、なんだなんだなんだ、一発浴びたら同点のシチュエーションになったぞ。ここで平田だって、とりあえず菅野で行くよね。ここまで来れたんだから行けよお前。入っとった、オーケー。まあまあやっちゃいましたけどもね、いっぱい得点取ってるんで大丈夫ですよ。またピンチ作ってんじゃん、もうこんな打線に捕まるなって。捕まる要素ないんだって、ちゃんとやるよお前。何中日打線を気持ちよくさしてんだよ。はい、チェンジアップ、はいはいはい、正面ついて。やらへん言うとんのやからね。気持ちよくさすんじゃないよ。確かにね、1点を取ったあんなわちゃわちゃしてる光景を見て、なんかいいなと思ったのは事実ですけども。ただあれをまた見たいかって言われたらもういいんですよ。別に見たかね、試合の終盤まであんな1点取ってわちゃわちゃするようなチームをね。何はしゃいでんだっていう話じゃないですか。なのでまあ最後はしっかりと抑えて7対3、リーグ戦再開後のゲームをしっかりと勝利することができましたが、もうそれは当然なことなので。そしてこれから先も勝ち続けて勝率を高めていって、山本由伸が合流してそこからさらに高めていくってことをしたいんです。今日投げた大野雄大は6勝7敗と、まあまあこんなチームですからね、1点取るだけであんなわー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 言うとるチームですから、そら負けるわな。そもそもお前自体も5回投げての7失点と大炎上しとるから、負ける理由しかねえわな。かわいそうだとは思わない、ずっとそこで野球やってろ、お前がここを選んだんだから。まあこんな感じで次の中日2戦目も勝利を目指していこうと思ったら、うわー今日メルセデス状態悪いし、相手柳も状態悪いな。ただもうローテーションいきなり変えたくないんで、もう今日変えることなく、まあおそらくいっぱいチャンスが来ると思うんですよ、相手ピッチャーの柳の状態
考えたら。なのでチャンスに注目してピンチは選手にお任せで、やっぱこの状態のメルセデス何か恐怖を感じるんでね、状態の悪さでほんといろいろと左右されますからね。こんな投手があんなことにとかね、あんな投手が実はこんなことにとかね、その逆のパターンも結構あったりするんですけど、まあ、今日なんかダメそうなんで、だから打線に注目して、その打線でね投手をちょっと安心できるような状況を作り出したいんですよ。まあゼクチョとはいえど元々の能力が高い2人なんでね、それでもまとめてくれるっていう可能性はありますけどね。うちはこの状態の悪い柳を相手に打っていかないと本当に雑な凡退するよね。あかん、ここ最近ね何でもかんでも振っちゃってるね。自分が打てないコースまで球手出しに行って凡退するってことが本当増えてる。集中できてないんだよ目の前のことをね。まあ、集中しなくても勝てるからでしょうねきっとね。だからそれがあかん言うとんのね。世界記録を狙うためにはずっと勝ち続けないとダメなんですよ。のにもかかわらず目の前のことを集中できてないから余計なミスが絡んで負けるっていうことが多くて、実際そういう負けばかりをここまで経験してますよ。こうやってちゃんと打たないとね。さあ帰れ帰れ帰れ、帰れるぞ帰れるぞ帰れるぞ、帰ってきたな。セカンドランナーもセーフやな。おしおしおし、一点先生、これを鼻からやっておけばよかったものを、あの吉川の無駄な問題を一つ挟まないとできないっていうね。何かするためには何かクソを挟まないとできない男なので、だから次のまた何か得点を取るときも一つクソっていうのがありとは思いますけども、この打球はイエース、メルセデスど真ん中失投を打ってね。だから状態悪いとああいうことになるんですよ。ほー、この流れで一郎、鈴木、メルセデスで打てたんだから一郎でもって言いたいんですけど、その一郎で本当に打ててないんでね、ずっと打ててないんでね、ここでも打てそうな感じねえっすわ。打率はもうこれ3割4分3厘になっちゃってるっていうね。自動でも打てへんし。あーでもこれはど真ん中シュートありがたいね。ほー、逆方向、名古屋で一郎のホームランを見ることはさすがにできなかったね。それはなんか一郎と言えないんで、見たくないです。大谷とか松井が逆方向にぶち込むんだったらわかるけどね。一郎までもぶち込み始めたらなんか色々疑うわ。飛ぶボールとかね。一郎なんかやってるとかね。そういう疑いを持ちたくはないので、これくらいでいいんですよ。いきなり4点ゲット。2試合続けて中日の投手陣を燃やしてる。それも大野雄大、柳というね。共に試合前の防御率は2点台の投手ですよ。ただこの試合を経たことによって3点台。下手すら4点台もあるかもね。今の失投も。もったいないな。でも状態悪いとああいう失投率がぐんと上がる。だから俺は今日メルセデスに全てを託して打撃に注目してるわけ。その注目した結果いきなりこういう4点を取ることができたので。いいんですけど、メルちゃんはメルちゃんでやっちゃ、ああ、ほら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 。これもうピッチャー変えてもいいかもしれんね。早いうちに。うん、すぐ飛び返すけどね。うちはうちで。あまり長く引っ張る必要はないかなと。今日は中日打線取っていっぱい得点取れる日ですよ。そんな中日を楽しませたいなとは僕は思わないんでね。そんなエンターテイナーではないですから、中日を喜ばす球団ではないんでね。もうピッチャー相手変えてきてるでしょ、早くもね。まあ、6点も与えるのはそらそうですよ。うちもちょっと早いとこ動かないとね、タイミングミスれば先のように一気ホームランで同点、もしくは逆転っていうケースもあり得るかもしれないんで、変え時を間違えないよね。次またピンチを作るようであれば、もうすぐさんピッチャー変えていく。あ、ちょっと待てよ、これ。あーもうあかん、変えるわ。ランナー出してるんでね。ここで使う投手。でも他も状態悪くねえか、これマジか。これ今、鍵屋で行こうか。鍵屋で行って、まあ与えなかったね。まあ状態不調ですけど、絶不調ではないんでね。不調であれば、まあそこそこの力持ってる投手は抑えてくれるはずなんで。まあでもなんでこんな顔色悪いんだろうね。リーグ戦再開してそのゲームをいきなり勝ったいうのね。やっぱりなんか相手が喜ぶ様を見て慣れてるのかもしれないね。俺たちもあんな気分で野球やりて、記録のしがらみから離れて、ノンプレッシャーななんか中日のように戦いてというね。確かほんと気持ちはわかるんだよね。中日の勝ちを見に来てるやつなんて、このドーム集まってるファンで何おんねんちゅう話でしょ。中日ファンは勝ちを望んで見に来てるわけではないんですよ。ただうちのチームっていうのはそういうのではなくて、もう勝ちを望んできてる、勝つのが当たり前なんで、まあ、それでいて野球の内容とかも求められたりするしね。だから常々プレッシャーっていうのは感じていて、それが息苦しさを生んでいる。それを顔色に出しちゃダメだよね。中日が羨ましいからといって、ちゃんとやるべきことをやらないと。これはしょう。まあうちの伝統的な得点の取り方ですね。ゲッツーの間いて、ほんでその流れで謎にホームラン生まれたりしますから、だからええねんな。9回の表チャンスがどうやら最後来ましたね。ジャマールで一発放つのも良しだし、まあ勝つための必要な得点はすでに取っちゃってるんでね。いやー中日をボコボコンしてますよ。でもね、これボコボコンしてるチームが楽しく野球をしてるんじゃなくて、ボコボコンされてる方が今とこ楽しく野球をしてるっていうね。どっちの方が見てて楽しいかって言われたらどうなんだろうね。いやこっちの方が楽しいわな。なんでお前ボコボコンされるのが楽しいね。そんなドイムいねえよ。俺は少なくともそんなドイムじゃないからね。はい、抑えてゲームセット。8対4ですね。メルセデスをすぐ変えたことが良かったと思います。もうちょっと長く引っ張っていたら、もっと大変なの
目合ってたかもしれない。さあこのカード3連勝スイープなるか。最後のゲームに関してはピンチに注目してみようかな。まあ今回やってないのでね、そこに注目して、相変わらず状態が悪い選手っていうのが投手にいたり、また野手にいたりしますけどね、まあまあまあそこは関係なく、こんな打線相手に抑えることは難しくはないでしょう。今日に関してはね、俺のなんか本能感覚が告げてる。さっきはもう試合前からビンビンギンギンに俺のレーダーが反応しとったけどね、反り立ってましたけどね。まあピンチなく、まあピンチが来たとしてもそこでしっかりと抑えていきましょう。来ないよね、初回から。来るの来るの、あ来ちゃったね、早くも来ちゃったね。しっかりと抑えるんだ。はい、この後直球、バット折れて、バット折れて、松井秀喜追いつくよな。何の問題もないですね。よしよしよし。最初のピンチが来たことに驚きですけどね。作んねえ。相手は最下位の中日じゃねえか。クソほど弱えじゃねえか。で、過去2試合ボコボコにしてる流れもあるじゃねえか。何を作ってんだっていう話でしょ。もうこの先なしでいいのよ。で、打線プリーズプリーズ、得点プリーズ。願わずとも入るチームですけど、あいまたピンチを作った。だから作んなって。加藤に出塁許して大島迎えたくねえわ。しょうもなさすぎるでしょ。数字を考えろ、数字を。ありえねえことだよ。もう外野前進にしてね、長打は間違いなくないせいに。あったね、あったね、あっちゃったね。なんでそこであるのかな、ないって言ったからあったのかな。スリーベースヒットなんだね。余計な失点を与えちゃったね。まあいいですけどもね、1点で泣きを見るチームじゃないので、うちとお前たちとではそこまでの違いがあって、まあ別に2点も与えてもいいですけどもね、そんなので泣きを見るチームではないので、でもこれ以上は与えたくないよね。与えないようにしていきましょう。フォアボールを与えてピンチを作ってね、それ本当に必要かね。俺はそうは全く思わねえ。でも与えてるんだよね。すごく印象下がっていってるよね、こんな弱いチームに捕まるような先発投手っていうのは。ちゃんとやることやろうぜ。全然抑える流れ作れてないけど、ストライクも入らねえけど、でここで打ってくるっていうね、雑やな。一球待ってもいいだろう、できながら思う。はい、で三振。弱いんですよね、このようにね。だからもうこの戦いに関しては勝ちましょう。得点をまずは取ってもらって、はいはいはい、2点返してもらいました。だからやるなよ。打線が取ってくれた後、もうそこで失点するような投手は大嫌いだ。6回追加点ないか。このまま試合終盤同点でいっちゃうの。もう行かなくてもいいんじゃない。早く取って、早く取って、あい取ったね、取った。吉川尚輝のホームランでね、なごとだろうが関係ねえぞ、誰だって打てるんやからな、うちはな。ピッチャー今村が出てきてますけど、その今村ピンチ作ることなく、あーで8回丸のホームラン、あーで松井連続ホームラン、楽しくはないですよ別にね。中川が出てきて、その中川も抑えて、さあ9回何もなく終えるんでしょうかね。ピンチ来るか来るか来るのか、うん、来なかったね。はい、あっという間終了しました。最後バッター送られたの、ネオっていうね。勝つ気ねえだろお前、なんだよファンの目線とかそういうの気にしたろ、立浪はよ。あの場面でネオを出すってことはもう勝つの諦めたってことですからね。お前たちの野球がいいなと思った時期もあったけど、訂正させてくれ。こんな弱いチームでやる野球何も楽しくないからね。やっぱ俺たちの野球が楽しいですよ。まあ、やはりね、この3試合を経てトレードの動きっていうのはないですね。本当にダメならば一瞬で断ると思うんで、3日経って断ってないってことは、まあ、ちょっと考えているって感じじゃないですかね。このままトレードが実現するのであればこれでいいし、まあ、ダメなら他の手を打つっていうのは何度も言ってる通りあるんでね。まあ、それはね、選手を変えたりとか、まあ、最終的にはお金を使ったりとかね、していこうと考えてるんで、まあ、山本由伸を手に入れることは確定してるんで、それがいつ来るか、もしかすると早ければ次回の動画で来るかもしれませんね。とりあえず今回プレイ予定だった中日戦は3連勝スイープという形で終わらせることができたので、この動画もここで終わりにして、次回6月21日の火曜日から日程進行を始めてですね、こっからもうこのシリーズギアを上げて早いテンポでお届けしていきたいなと思います。次回1週間の戦いをね、一気にプレイしていく予定なので、興味があれば次回以降もまた見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。